What's going on, guys? Welcome back to the channel. Welcome back for some more Monster. I want to dive in some more into this series. Definitely, we're over halfway through the series right now, and it's getting juicy. So we did not see Tenma at all for the past two episodes. It was just what's going on with Grimmer. Man, he got a beating, and it's wow. This anime is very grounded, and I love it, man. Hopefully in the future we can get to some more similar animes to this. A lot of people just tell me that this I think you guys said that this is the only anime that is, it's the only one of his stories that has been animated. You guys have told me about others mangas of this author that I should check out, and I will be checking that out soon enough. No, I don't think it's gonna be anytime soon, because I got so much stuff to get to. I don't know, we'll see. Yeah, we'll see for sure. But in any case, guys, thank you guys so much for tuning in. Let's go watch these episodes, and I will see you guys for the review after.現状はどこだ。ここの地下です。被害者は男性3名です。現状周辺を徹底的に洗え、フロート警視が到着次第指示を仰ごうかと。私が責任を持つ。不審な人間は見つけ次第拘束しろ。しかし、どういった人間を。怪しいやつ全員だ。しかし、新人刑事の指示じゃ動けないってのか。さっさと行け。 プラハ警察のスーク刑事だ。ひどいことしますよ、実際。ゼマン警部。むしゃくしゃに殴り殺されています。顔の造作も何もあったもんじゃない。この警察手帳が落ちていなかったら 誰だかわからなかったでしょう。向こうにも男の死体が2つ。誰だかまだ分かっていません。1人は銃で頭部を撃たれています。もう1人は警部同様殴り殺されています。現状を保全しとけ。スーク刑事、怪しい者ってどういった。 Is that his first crime scene? じゃあ、なんじゃないよ。新米だと思ってバカにしやがって。制服巡査たち、俺の言うことじゃ動きゃしない。こんな頼りないやつの言うことじゃな。ああ、なんだと。現場でゲロ吐いたんだろ。そんなヘボ刑事の命令なんかで動くかっての。刑事ドラマに憧れたくらいで務まる仕事じゃないんだよ。 ヤンは大学時代からお調子者だったもんな。お前らに何がわかる。殺されたゼマン警部が俺のことどれだけよくしてくれたか。
So that was his mentor? 右も左もわからない俺に、ゼマン警部は刑事のあり方を教えてくれたんだ。俺はゼマン警部を心から尊敬してたんだ。俺は絶対ゼマン警部の仇を取る。俺一人ででも犯人を挙げてやる。俺たち仕事で明日も早いから。なんだよ、もっと付き合えよ。お前たちが安心して仕事できるのも俺が正義のために戦ってるからだぞ。ほら、もっと飲めよ。もうやめとけって。毎日毎日正義のために働いて殺されちまうんだぞ。たまんないよ。何の報いもない。Nina? どうしたんだよ。スーパーマーケットのあの子。え？夜勤明けでスーパーマーケットに寄った時、二度見かけたことがあるんだ。あの子、声かけたかったけどできなくて、それがこんなところで。And now is not the best time. おいおい、やめとけよ。お前なんかじゃ相手になんないよ、あんな美人。いや、僕のこと見覚えない？そうか。でも僕は君のこと知ってるんだ。あ、僕はヤン・スーク。決して怪しいものじゃないよ。こう見えてもれっきとした刑事なんだ。あ、いや、刑事だからって怖がらないで。今は非番、全くのプライベートなんだから。無駄なあがきとは思うけど。ま、今日のところは手を貸してやるか。ごめんね、突然。今日こいつ落ち込んでるの。ちょっとだけ相手してやってくれる？尊敬する上司が事件に巻き込まれてね。メソメソしっぱなしなんだ。誰がメソメソなんか。あんないい人いなかった。僕もゼマン警部みたいになろうと思ってた。だから絶対犯人を許さない。絶対僕が捕まえて。あ、ごめん、僕ばっかり喋っちゃって。ううん、その警部さんのためにも頑張って犯人を捕まえなくちゃ。僕のことはたくさん話したけど、君のことは全然聞いてなかった。君、名前は？本当の名前はわからない。なんだそりゃ。ああ、ちょっと待って。君が誰かを僕が当てるよ。刑事だからね。そのくらいのことは任せといて。名前は。私自身がわからないのに、あなたにわかるわけないわ。私のことで私がわかっているのは、ジェドック橋、三匹のカエル。ただそれだけ。え？ああ、ちょっと待って。今度いつ会え？ほら、やっぱりダメだ。ひとときの夢と諦めろ。Well? ゼマン警部と一緒に殺されていた二人の男の身元が判明しました。一人はチェミストール・マラート、もう一人はヤコフ・スハチェク。二人とも元チェコスロバキア秘密警察の軍曹。社会主義崩壊後はもっぱら裏社会で怪しげな仕事に就いています。現場に残された血痕を鑑定した結果、ゼマン警部、マラート、スハチェク以外の血痕が検出されました。血液型は AB 型 RH プラス。血液の量からその人間もかなりの傷を負っているものと思われ、人物の特定を急いでいます。倉庫刑事、倉庫。はい。何ぼーっとしてるんだ。ゼマンという優秀な仲間を失って我々が必死になっている時に、なんだその態度は。 That great man, right? 申し訳ありません。とにかく Was out here clipping off fingernails. 現場付近を歩いていた男、職
長身で痩せ型、大きな荷物を背負った旅行者風の男。この人物の割り出しに全力を尽くすように。あの子、また来るわけないか。名刑事さん、例の事件の犯人見つかった？いや、情けないよ。こうしてる間も犯人はノーノーと。ゼマン警部、前の日も徹夜で殺人事件を捜査してたんだ。どんな事件？無免許で養護施設を運営していた老人と手伝いの女性が殺された事件。翌朝もその事件の第一発見者の事情聴取をしてたんだ。どんな人？その第一発見者って？そうね、気の良さそうな男性だったよ。背が高くて痩せてるのに大きなリュックを重そうに。あ、痩せ型で長身、大荷物、もしかして。その男性の居場所は分かるの？分かると思う。署で調べれば。もしもし。あ、頑張ってね、名刑事さん。あ、もしもし。ああ、ちょっと待って。あ、もしもし。チェドック橋、三匹のカエル。チェドック橋といったら旧市街のミカルスカ地区。三匹のカエル。I can't. I don't know. It's like so many thoughts.Swirl around my head when I'm watching this show. If I should talk about everything, I want to seem like I'm confusing my damn self. The three frogs, okay? ここに来ればあの子に会える。 Are you sure about that? Ooh, here comes Tenma. チェックアウトした？ Tenma is also looking for that place too, so it's... グリマー様、グリマー様、おとといの朝チェックアウトなさっています。間違いない。ゼマン警部を殺した男は、この部屋に宿泊していたグリマーだ。クソ、なんでもう少し早く気がつかなかったんだ。ゼマン警部、僕が捕まえてみせます。絶対に。あ、スーク、お前なんでここに？パテラ部長刑事こそなぜここに？なるほど、お前一人でここまでたどり着いたとは大したもんだ。はあ、でもゼマン警部の事件で僕が一番に手柄を立てられると思っていたのに、パテラ部長刑事もすでにここまでいらしてたとなると。まあ手柄は手柄だ、よくやった。はあ、と言いたいところだが、この件に関しては内密にな。え？ Why？ なぜですか？グリマーを一刻も早く逮捕することが我々の。お前が思っているよりこの件はちょっと厄介なんだ。え？ゼマン警部が極秘に任されていた調査、知らんだろう。ゼマン警部が極秘調査を？プラハ警察署内に経歴を詐称して潜んでいる元チェコスロバキア秘密警察の人間の洗い出しだ。元チェコスロバキア秘密警察？殺されていた二人の男も元秘密警察の人間だったろう。このことは署長と俺、その他数名しか知らない。深入りすればお前も殺されかねない。
Or you might be one of them. この件に関しては黙っていろ。いいな。じゃあ僕はどうすれば？そうだな。とりあえずこのホテルにまたグリマーが現れるかもしれん。張り込んでいろ。はい。First of all, and this is what I'm saying, like, some people are so, well, he's new, but for me, the first person I would suspect is him, because why would you divulge a secret like that so easily? You would have just, anybody in law enforcement would just let you go on a fool's errand, because at the end of the day, you're not really going to find out anything. So it's either you're keeping me from finding something out. You get what I'm saying? You would be my first suspect after this conversation, because I'm like, why would you? If this is top secret, why are you telling me? Because I got this far? Like, why are you telling me this out in the open like this? You know, usually if an investigation is going on, like say, is a federal investigation going on, and maybe local law enforcement has stumbled upon a sting or something that they've been trying to break open or catch the big baddie, you know, over time, you know, they would pull them aside into a room, not out into the wide open place where everybody could hear them talking like this. It just doesn't add up. So after this conversation, if I'm Sook, I'm looking at this and I'm like, why would he tell me that? It's super top secret that you just divulge that information so easily after like literally us talking for like 3 minutes. And instead of, you know what I'm saying, I didn't even have to pull the information out of you. It was just like, hey man, you better leave this alone. You know what I'm saying? Like, it's just kind of weird to me. Maybe I'm wrong. Maybe I am wrong about this guy, but he's acting real suspicious right now, like, I'm just saying. ところで、スーク、お前彼女でもできたのか？え？会議中や自分の机に座っている時、ぼーっとしてるだろうが。別に彼女ってわけじゃ。行きつけのバーにたまに来る子で。美人か？そりゃあまあ。ええ、紹介しろよ。どこの店だ？紹介なんて、そんな。You see, just everything this guy is saying just doesn't make. じゃないんだろ？そうなんですけど。Why would you want to meet a stranger that I saw at a bar? 今日はスークは来ないの？こりゃ驚いた。本当にとびっきりだ。あなたは？おお、俺、スークの先輩でね、パテラって言うんだ。あいつがこの店にものすごい美人がいるって言うんでね。あいつは今夜は張り込みで来られないんだ。俺と飲まないか？ You're a douche. Plus tax. ねえ、ちょっと。ほんの少しいいじゃないか。よ、スーク。あ、ヤナチェク刑事、おはようございます。パテラさんから聞いたぞ。お前が目をつけた彼女、すんごい美人だって。あ、パテラさん、あのバーに行ったんですか？ Why would you do that? まさか、彼女に手を出したりしてないでしょうね。まあまあ、スーク、そうムキになるなって。でも、パテラ部長刑事、女に手が早いので有名で。安心しろ、あっさり振られたよ。He's a player. Guy looks like a douchebag. パテラさんが落とせないとなると、彼女相当な難物だぞ。Okay. そんな、僕はただ彼女と話をしてるだけで、ただそれだけで楽しいから。何ブツブツ言ってんだ。ファルベック課長がゼマン警部の部屋へ来てくれって言ってたぞ。あ、はい。あ、そうだ。もらいもんなんだけど、ウイスキーボンボンどう？俺はいらん。スーク、どうだ？ああ、僕も結構です。はい、スーク。はい。例のノッポの容疑者の件は内緒だぞ。
はい。ゼマン警部の机は大体片付けた。残りは全部私物だ。この辺のものをまとめて警部の奥さんのところへ届けてくれ。はい。ジムのロッカーのキーだ。ほっ、こりゃひどいや。汗かいたままのシャツやタオルが何枚も。書類？なんだこりゃ。全署員の経歴を事細かに記したファイルだ。僕のプロファイルまで入ってるぞ。ゼマン警部が極秘に任されていた調査、知らんだろ。プラハ警察署内に経歴を詐称して潜んでいる元チェコスロバキア秘密警察の人間の洗い出しだ。あれ、どういうことだ。なんでパテラ部長刑事とヤナチェク刑事のファイルだけないんだ。A candy bar? Oh, money. 確かにこれは尋常ではない金額だな。は、はい、所長。で、スーク、君はこれらのことから何を推察するかね。はい、ゼマン警部は署の内部調査を行っていました。うん。その結果、パテラ部長刑事とヤナチェク刑事が元チェコスロバキア秘密警察の人間であることを知っていました。 Telling you, man. But the thing about it is that 誠に残念ではありますが、ゼマン警部はその事実を隠蔽することと控えに金を受け取ったものと思われます。 I told you, man. Them niggas coming off real suspicious, bruh. それは由々しき問題だな。But maybe this nigga is 残念であります。 A problem too, because he knew about it. はい。この件は当分の間、口外しないように。はい。追って連絡する。通常の勤務に戻りたまえ。はい。面倒なことになった。数区程度の若造ならと鷹をくくっていたのがまずかった。ゼマンを殺した。 I'm telling you, man, the freaking chief of police. またもや問題発生ときた。 He's the one that is briefing them. ここはゼマンと同じに金で行くか。それでダメなら。 He's freaking chief sitting right there, bro. 何にしてもだ。君らの経歴を知っていながら入所させた私が厄介な目に遭うのだけは避けてもらうよ。うまくもみ消せればいいんですがね。酒でも一杯やりたい気分だ。ウイスキーボンボンならあるぜ。ああ、そう言うな。とびっきりの美人からの贈り物だ。ほら、さあ。Why is it so weird? 浮かない顔ね。何も信じられなくなった。どうしたの？私でよければ相談に乗るけど。信じてたんだ。ゼマン警部に限ってそんなことはないって。何があったの？信じていたのに。
今、僕の心の安らぎは。Yo, what the hell? Candy, bro. Hold on a second. People keep dying. People be dying from candy. That candy has... The spiked candy has a significant meaning in this story. I just don't know what it is. This candy just keeps killing people. We don't know who the hell is handing out this candy. But it keeps killing people. And I don't know if it's Johan. At this point, we don't know if it's Johan. I don't know if it's Nina. You know what I'm saying? Like, everybody's a suspect in this with this candy stuff. See you guys for the next one. うまくもみ消せればいいんですがね。酒でも一杯やりたい気分だ。ウイスキーボンボンならあるぜ。ああ、そう言うな。とびっきりの美人からの贈り物だ。どうしたの？ I'm wondering if it's Nina, man. I can't be Nina. 信じられなくなった。私でよければ相談に乗るけど。I don't know, man. 信じてたんだ。ゼマン警部に限ってそんなことはないって。何があったの？信じていたのに。今、僕の心の安らぎは。He's saying that he got the candy from a hot chick. 君だけだよ。 This is nutty. I don't know, man. It could. プラハ警察署内で信じられない凶悪事件が発生しました。ハムリク署長。パテラ部長刑事、ヤナチク刑事の3名が同時に毒殺隊で発見されたのです。果たして犯人は何の目的でこのような大胆な犯行に及んだのでしょうか。そして一部で噂される警察内部における旧秘密警察との黒い癒着。この事件をきっかけにより大きなスキャンダルが発覚する可能性はあるのでしょうか。おい、誰か出てきたぞ。犯人は分かってるんですか。犯行に使用された薬物は筋肉弛緩剤と言われていますが、殺されたハムリク署長まで秘密警察とつながっていたって本当なんですか。が、いや、1週間前にゼマン警部が殺害された事件との関連は。その件に関しては現在捜査中でして。ということは捜査本部は全ての事件を関連付けて見ているんですね。いや、ですからそういったことも含めてこれから捜査を。申し訳ない、彼は別の事件の担当ですので。余計なことを喋るな。お前は早く行け。はい。正式な会見はいつ開かれるんですか。情報が揃い次第会見を開きますので、それまでお待ちください。それじゃ対応が遅すぎるぞ。いい加減にしてください。また事情聴取ですか。申し訳ありません。事件を一から洗い直せと上からの指示で。他の養護院に引き取られた子供たちの聴取は終わってますんで。子供たちの身にもなってください。あの子たちは親代わりに育ててくれたペドロフさんとお手伝いの女性が死んでいくところを目の前で見てしまったんですよ。今も夜うなされている子供がいるんです。一日も早く
忘れさせてあげたいのに。でも一生忘れられるもんじゃないわね。心から慕ってた人が殺されたんですもの。一人15分間。あまり生々しい質問はしないでいいですね。5 minutes per child. うん、あそこの暮らしは楽しかったよ。ペドロフさんもアナさんもすごくいい人だった。そうか。じゃあ、事件の日のことについて聞きたいんだけど。あの日訪ねてきたグリマーさんは、前にも来たことある？うん、初めて。どういう用で来たのかな？知らない。ペドロフさんとグリマーさんは仲良くしてたかな？そんなに仲良さそうじゃなかったけど。けど？なんか難しい話してた。君たちドイツ語少しわかるよね。どんな話してた？ここは無許可だとか、警察に通報するとか。グリマーさんがそう言ったの？うん。あと教育なんとかとか実験とか。実験？あとは？あとは思い出したくないことはいいのよ、ホンザ。あと511キンダーハイム。511キンダーハイム。君それどこのことだか知ってる？知らない。先生は？チェコにはそんな施設はないわ。グリマーさんなんだけど、どんな人だった？すっごくいい人だったよ。君もか、イジ。一緒にサッカーやったんだ。あんまり上手くなかったけどさ。でもグリマーさんも楽しそうだったよ。ヘディングなんかへったくそでさ、尻餅ついてんの。多分ホンザの次に下手なんじゃないかな。それで君はあの施設ではリーダー的な存在だったそうだね、アントニー。別にリーダーってわけじゃないよ。みんなよりちょっと年上だったからね。あの日のことなんだけど。グリマーさんのこと？オンザとイジーがグリマーさんのこと聞かれたって言ってたからさ。ああ、それで？いい人だよ。もしかしてグリマーさんのこと疑ってるの？いや、そういうわけじゃ。グリマーさんは犯人じゃないよ。僕らと一緒にサッカーやってて、帰ってきたらペドロフさんとアナさんが殺されてたんだ。前にも警察で話したけどさ、僕ら見たんだ。金髪の綺麗な女の人が僕らの家から出ていくの。捕まえるの？誰を？グリマーさん。いや、まだそう決まったわけじゃないけど。今度あの人と会うんだ。Oh, really? 約束してたんだ。会う場所も決まってる。教えてくれるのかい？うん。いいのか？あの人を捕まえるかもしれないんだよ。だってあの人絶対に人殺しなんかしない。久しぶりだな。元気にしてたか？全然元気だよ。It's good that he goes back and check on the kids, though. 泣いてたんじゃないのか？こいつは二度おねしょした。おねしょなら、俺は君らよりずっと大きくなるまでしてたよ。アントニー、君に預けたものあるかい？ありがとう。よくちゃんと持ってたな。これはおじいちゃんから預かった大切なものだ。さてと、あまり時間がないんだ。みんな元気で。サッカーやろうよ、グリマーさん。ああ、ごめんな。本当に時間がなくて。紹介するよ。新しい仲間だ。よし。ちょっとだけやるか。
やったいけチャンスだパス回せ取られたそんな甘いドリブルつやディフェンダーしっかりしてよまいったいくぞほらグリマーさんですね逮捕しに来たのか子供の前だ銃なんか振り回すなよそっちこそ持っている銃をこっちに投げろ銃なんか持ってないさ捨てたのか銃なんか持って歩いたこと一度もないゼマン警部をやったのはあんたか This has got to be the worst animation I've ever seen from far away. I've seen some bad ones, but that one was nearly impossible, bro. What the hell? Yo, it doesn't even look like a face. What is that? Zeman Cable をやったのはあんたか?わからない何しろ拷問されて半分死んでたからなその爪銃で撃ったのは私じゃない他の二人は私がやったのかもしれないが覚えてないんだグリマーさん何休んでんだよこっちのチームメンバー足りなくなっちゃうよ勘弁してくれもうヘトヘトだあなたをサッカーに誘うように子供たちに言ったのは僕ですずっと様子を見てたでどうだった俺は犯人かわからないこの数日間いろんな人に裏切られた僕にはもうわからない何を信じればいいのか信じられるのは自分だけだ最後に信じられるのはあんた自身だ逮捕しないのか逃げないと約束してくれますか今どこに泊まってるんですかファブラホテル302号室俺が犯人だと確信したらいつでも来てくれ Not running.あんたにそれを預けるよ。今回の一連の事件の原因だと思う。足金庫の鍵だ。この看板かい?ああ、これは古いもんだよ。200年前の居酒屋の看板らしいけどね。店がなくなってもずっとかかってるんだ。すっかり色あせちまったが今やこの通りの目印だ戦乱やいろんな災害があったんだろうによくこうして残ったもんさ十何年か前の火事の時も火事ああこの2階に子連れの女が引っ越してきてね綺麗な女だったがなんだか陰気でさほとんど外に出なかったしどうやら偽名を使ってたようだそこにある日突然黒い車がやってきて母子ともども連れ去ったあの女反政府運動にでも関係してたんじゃないかって噂したもんよあの頃はよくある話でね共産主義末期の恐怖政治だひどい時代だったからね人が突然消えちまうなんて珍しいことじゃなかったその女の人の連れていた子供って双子じゃなかったですかいや、子供は一人だったよ。
綺麗な顔した子でね。男の子ですか、女の子ですか。あれ、そういえばどっちだったかな。小さい子ってのはどっちか区別つかないこともあるからな。まったく母親はともかく罪のない子供まで連行するとはってみんな言ってたんだ。そんなところに火事が起きた。誰もいないあの部屋から火が出たと思ったら、なんとその子部屋にいるんだよ。きっとあの子だけ釈放されたんだろうが、一人でひもじくなって何か食おうと火を使ったんだろうな。その子は確か火事場から助け出された後行方知れずだ。あれからどうしたか。その子が双子の片割れだとしたら。え？双子の一人は連れ去られ、もう一人は部屋に残ったとしたら。なるほど、そういう考え方もあるか。だけどなんであんたそんなに双子にこだわるんだい。君が調べてみた方がいいって言ってくれた例のノッポのグリマーって男、僕は犯人じゃないと思う。そう、ごめんなさいスークさん、素人がいい加減なこと言って。悪い人じゃないんだ。その彼を追っていくうちにいろんなことを知った。最初は殺されたゼマン警部の弔い合戦と思って躍起になってたんだ。でも捜査をしているうちに、僕が刑事として尊敬していたゼマン警部も実は汚職まみれだということが分かった。そして最後には所長と先輩二人が毒殺されてしまった。毒殺事件の知らせを受けて僕は呆然とした。世の中にはどこまで闇の世界が広がっているのかって。闇？事件の黒幕と言われるチェコスロバキア秘密警察、旧内務省直属の組織でソビエト連邦の手先だったが、10年近く前の民主化革命の時組織は解体、幹部は裁判にかけられたが、彼らの何人かは地下に逃れ、今もかつての巨大な権力を取り戻そうと画策している。そのぐらいのことは知ってる。でもなぜこんなに犠牲者が出なくちゃいけないんだ。本当にこの事件は旧秘密警察だけがやっていることなのか。僕らが暮らしている世界のすぐ隣にどれだけの闇が広がっているんだ。何も信じられなくなった。でもグリマーさんは僕にこう言ったんだ。最後に信じられるのは自分だけだって。そう言いながら僕にあるものを預けて。あ、ごめん、こんな話ばっかりで。うん、僕はまだ君の名前も知らない。ああ、いや、いいんだ言わなくて。僕は今まで人間同士は名前や経歴を知って信頼が生まれると思ってた。でも君にはこんなに何でも喋れる。僕の両親は二人とも教師でね。でも親父は民主化運動で当局から目をつけられた。母は僕の将来のために親父と別れたんだ。僕が刑事になりたいって言い出したら母は猛反対してね。なぜ刑事になろうって思ったの？以前のあのバーで僕の友達が言ってたろ。まさか本当に刑事ドラマの影響？ああ、子供の頃からの夢だったんだ。いつも刑事ドラマごっこさ。バーン。そんなに笑うなよ。だって、はあ、Just politely walk away. で、預かったものって何？え？さっきグリマーって人から何か預かったって。ああ、銀行の貸金庫の鍵さ。貸金庫？ああ、その中によほど大事なものが入ってるらしい。
モグリの個人をやってた gave him the key? ペドロフというドイツ人が殺された事件。ええ。貸金庫の中にはペドロフが行った人体実験か何かのデータが入っているらしいんだ。どうやら今回の一連の事件はそれが原因で。お？言っちゃダメ。そのこと警察の人にも誰にも絶対喋っちゃダメ。でも僕一人でどうにかなる問題じゃ。あなたのお母さんが。あ？お母さんがなぜあなたが刑事になるの反対したのかわかる？あなたに何かあったらってそう考えて、何かとても危険な感じがする。だから誰にも話しちゃダメ。私もあなたのお母さんと同じ気持ちだから。私の名前を教えてあげる。アンナ。アンナ・リーベルト。アンナ。Or Nina。いい名前だ。君ドイツ人だったのか。じゃあまた。あ。アンナ。This man just gave the you got the brush off, bro. Yeah, she's trying to keep you from.こんばんは、トゥルンカさん。お、ああ、いい夜だね、アンナ。あら、こんばんは、アンナ。こんばんは、ヤルカさん。I mean, she's in check, so if she's in, check, because I was thinking, is she in check or not? But she actually is in check. Because I remember the last. Oh, hell no. Yo, what in the mother?貸金庫の鍵か。今この世界で分かること見つめて。Yes. あなたの瞳は。Breath.You know, in the back of my mind, you know, this opens up so many doors, it's not even funny. I don't even know. I don't even know. What do you want me to say? What do you want me to say? Like...I have nothing to say. I have nothing to say towards this end. Like, what do you want me to say? I can go into so many different theories about this series right now because, you know, so many questions. I'm telling you, man, this thing has been in the back of my mind. I've been thinking about this even during...these couple of episodes. I was thinking, what if Johan is actually going around as Nina, and then, you know, is there really a twin? There's gotta be, because I mean, this whole time Nina's, you know, it could be that he's just doing this just to get
the attention. You get what I'm... Well, not the attention, the information. He could just be doing this to get the information. But it still dredges up so many questions where it's like I don't want to really dig into that bag too much because it might turn out to be false. Because finding out that he's been going, because I was saying Anna is not in Czech, in the Czech Republic. So how the hell did she, you know what I'm saying? Why? I mean, she's supposed to be with Dieter. So that's why I'm like, that's why I was like, at the end there, I was wondering if she, you know, why is she in Czech or how is she in Czech or not? But she's not actually there. Because I was like, the last time we saw her, Dieter was with her. Right? Dieter left with her. So where is Dieter? You get what I'm saying? Like, I was wondering that. And then I was thinking, you know, but then again, as I said, so many questions. And that's why I was like, you motherfucker. You just be, yo. Bruh, this series is so good. I don't even know what to say sometimes about it. Like, I'm watching so many good shows right now, both on the anime side and TV show side of things on the channel. It gets to be overwhelming sometimes because I gotta remember these small details about every show that I'm watching. It's not too much, you know what I'm saying? But it's just, it's overwhelming in the sense of goodness. You know what I'm saying? It's overwhelmingly good, if you want to put it like that. As in, I get this high, you know what I'm saying, when I'm watching these shows, of just enjoying great storytelling. Because it's something I've always enjoyed throughout my life. It's just, I want to see great stories being told, not just sit down for just pure entertainment. Is, you know, can you learn something from what you're watching? You know, and you guys have, you know, not let me down so far, whether it's pure entertainment or just pure good storytelling or both combined together. You guys have knocked it out the park when it comes on to the suggestions on the channel. And to be able to watch, because there's so much animes out there, and to be able to watch some of the goats, you know what I'm saying, of anime that is highly recommended by other people, and to go to that journey and to go through that journey with y'all is an unbelievable experience that I will be talking about for the rest of my life, even if I stop doing YouTube. You know what I'm saying? Like, it's been an incredible journey, you know, and I can't praise it enough. So we have Detective Sook, which has come on the scene. So as I said, man, it's just, that scene was just way too particular. And that's what I'm trying to say. Like, if you're going to tell another officer about a secret investigation that has been going on, you don't just tell them out into the open hallway. You get what I'm saying? It just didn't make sense. Nobody pulled him aside. Also, when he was telling the chief was like, oh, go on, tell me more. You know what I'm saying? It just didn't seem like a shock to him. There was no emotion, anything. So I was like, he's probably in on it too. And it turns out to be so. Now we know for sure that it was Johan. It was Johan that killed those people that... Grimmer, that was there, the two guys, and the other dude, Zeman or whatever his name is. So definitely we know that Johan came in, bust the first dude, and I'm guessing that Grimmer, you know, him and his alter ego, I don't know if Johan probably saw some of himself in Grimmer, and that's why he allowed him to go apeshit on the other two. You know, but Johan has this way with people that is yet to be understood fully.
you know, his definitely a power of persuasion that he has over people. He really knows how to get people to do stuff that they wouldn't normally do. You know what I'm saying? It's kind of like telling a killer you need to kill when they were already killing. It's like he preys upon that. He knows how to pick apart your personality to get you to do things, probably what you've already done and maybe trying to stop, and just convince you that this is in your best, this part of you is your best self. You get what I'm saying? Even though you're trying to change. So he knows how to do that. He knows how to trigger you, if you will. So finding, I'm telling you, it was in the back of my mind, man, that it just doesn't, it wasn't sinking in with me. I'm like, why is Anna in, or Nina in? And plus, she said her name is Anna Liebert. She doesn't even want to associate with that name anymore. You know what I'm saying? So that was kind of weird too, when he revealed that to himself. And for him to act like her, and the mannerisms and everything, it makes my skin crawl just thinking about it, that he would do that. Like, he's just this, he's a monster. Like, but you still just want to know so much more about him too. You know what I'm saying? So there's that aspect of it where you're just like, you want to know more about this guy. You know, you want to know more about this guy, but at the same time, you're like, let me keep my distance. You know? So yeah, man. So that was a great reveal there at the end of episode 44. I'm going to try to get these out on early access, and then you guys can have this on Monday. Maybe getting a day early for early access. Put this out on Sunday. And then on Monday, you guys will probably watching this right now. That was a huge reveal. I liked it very much. But as I said, it sprouts up a lot more questions about, you know, what Johanna, when in certain places, like, you know, this can't be the first time he's done this. So you're trying to now backtrack to see, were there any moments that was kind of weird where Nina showed up and you're like, why you know what I'm saying? Like, he could have been doing this whole time. Who the hell knows, you know? But in any case, guys, thank you guys so much for tuning in, man, and watching these monster reactions. I really do appreciate it. Leave a like on the video, leave a comment. Johan is probably one of the best quote-unquote villains ever been written in anime, and I'm not saying that lightly. You know what I'm saying? I'm not saying that lightly. So see you guys next time. I'm out.